フォトスマップの中井雅宏が、9日に放送された日本テレビ系バラエティ。番組、中井の窓、毎週水曜23時59分から24時54分まで、に出演。ホテルで働く人たちに、密会、対応についての質問を繰り返した。ゲスト MC の南海キャンディーズ、山里亮太今回、ホテルニューオータニにて、ホテルで働く人たちと円卓トーク。MC の中井、ゲスト MC の南海キャンディーズ、山里亮太、ゲストの吉田羊が、ホテルの裏話を聞いた。守秘義務の話になり、中井が、みんな絶対言わない。密会してたら、と聞くと、コンシェ。ルジュの女性が、そういうことを申し上げない自分に寄っているのかもしれません、と返答。中井が、密会ここでありだね。絶対大丈夫、と再度確認すると、その際はお手伝いさせていただきます、と約束し、中井が、恥ずかしいよ、と照れると、山里が、当分そういうことない人だから、と突っ込み、笑いが起こった。また、ドアマンの男性がノートを作ってお客の顔と名前を覚えていると言うと、中井は、逆に秘密にしてほしいの。密会なの、と、再び密会の時の対応を質問。変装されていてもわかってしまうんですよね。わかっていても見て見ぬふりをしなきゃいけない状況もあります、と説明されると、中井は、一生懸命隠れているのに恥ずかしい。気づいてないふりをしてくれているのかな、と恥ずかしそうにして笑いを誘った。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。